皆さんこんにちは。はい、こんにちは。獺祭のケビンです。獺祭の会長の桜井です。今日もですね、一つ質問させていただければかなと思っています。で早速質問させていただければと思いますが、はい、今日の質問はですね、自分ケビンは本当はフランス人、母国はフランスなんですけど、やっぱり僕らとやっぱりフランスといえばフランス、日本といえば日本酒、そこら辺のこう違いとかについてちょっと今日お聞かせで、聞かせていただければと思います。日本酒とワインってこう同じように発酵して作る醸造酒だから、例えばライスワインと言ったりする人もいたりして、非常にこう近いものにこう思えるけど、かなり違うんだよね。そうですね、結構ライスワインとか聞きますね。ただやっぱりライスワインでちょっと違和感があるなというのが僕らこう。なるほど。で、日本酒とワインのまず圧倒的な違いは原料ですよね。はい、お米とブドウ。はいはい。でだから日本酒は米を使う、ワインはブドウを使う。米って穀物でしょ。そうですね。ね、ブドウって果実じゃない。そうですね。でそうするとね、例えばね、ブドウのをこう枝からもぎ取って、で、はい、ブルワリーまで持っていくのに距離が離れてたら持たないわけよね。まあ、そうですね。ワイナリーのすぐ近くにブドウ畑がなきゃいけないし、そういう意味で言うとこう非常にワイナリーのそのがどの土壌に属しているかというのは非常に大事な問題になるでしょ。はいはい。で米の場合は米だから長距離移動できるんですよ、穀物だから。持つから、特に なるほど土壌とか関係なく。でところが問題って、やっぱり米は作る上で言うと、やっぱり土壌というの、これも植物だから絶対的にあるよね。いい土壌で作る米の方がいいわけだから。なるほど。それと、気候もありますよね。例えばじゃあ、何年前かね、3、4年前に、北海道の札幌の郊外で山田錦作ってみたいからって、やめた方がいいんじゃないですか。だけどやった人がいて、でそれはやっぱり無理だったよね。寒すぎて。寒すぎて。で今でも日本でいうと山田錦だと、そうだね、無理くり、宮城県ぐらいまで、ちょっとそれを超えてしまうともう無理だよねという。でというようなこう最適な条件ってあるわけですよ。はいはい、土地の土壌もあるし、気候条件もあるし、いろいろ。でだからそこからいい土壌といい気象条件のところから米を持ってくるということがこう日本酒だったら考えられるでしょ。だからワインのこう考え方として、そのもう地元のブドウで作ってってというこう考え方が、日本酒の場合はなかなか成り立つないですね。地元の米である必要がないというか、というのが一つあって、ワインと日本酒って結構ちょっと個性が違うなと。